こんにちは、レトスの小野です。9月8日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。予想模試の値上げまであと2日となりました。試験まで約残り1ヶ月しかありません。非効率な勉強は時間がもったいないだけではなく、実力も上がりません。市販の模試では解説が薄いため、効率的な勉強は難しく、また実力を上げるのにも時間がかかります。合格するために効率的な勉強をしましょう。弊社の予想模試であれば、解説が細かく具体例も多いので、理解しながら実力を上げることができます。試験までの残り1ヶ月間を実力アップの期間にしていきましょう。弊社の予想模試はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。A と B は C に対して1000万円の連帯債務を負っており、各自の負担部分はそれぞれ500万円である。A が800万円を弁済すれば、300万円を限度に B に対して吸収できる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、誤りですね。連帯債務者が弁済した時、他の連帯債務者に対して負担部分の割合に応じて吸収することができます。で、今回の問題で言うと A と B の負担割合は1対1で、これは基本的に決まってるというふうに思ってください。連帯債務の場合は負担の割合は1対1なんだってことですね。まあ、宅建レベルではそれで大丈夫です。ということなので、800万円のうち半分である400万円を限度に B に対して吸収できます。今回の問題は300万円ってなってますね。300万。これが誤りってことですね。800万の半分である400万円。これを B に対して吸収できます。このあたりは試験レベルの問題なので、ちゃんと理解しておきましょう。で、個別指導の受講者様には、まあ、この問題の解説だけじゃなくて、別途関連ポイントも合わせて解説させていただきます。まあ、そういったね、関連ポイントも、しっかり頭に入れることが重要なので、わからない方は自分自身で調べながら関連ポイントも頭に入れていきましょう。で、問いですね。法人の役員のうちに、業務上過失致死傷等の罪により、3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、当該法人は免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる、丸か×かという問題です。これ×ですね。法人の役員や政令使用人が欠格要件に該当する刑罰。例えば、禁錮刑以上の刑だったりとか、暴力や宅建業法違反による罰金刑。こういったものに処せられた場合っていうのは、役員も欠格ですし、法人も欠格と。今回の問題は懲役刑を受けているので、役員も法人も免許を受けることができないんですね。まあ、二人とも欠格に当たります。で、そして執行猶予がついていた場合どうなるかっていうと、執行猶予が満了すれば直ちに免許を受けることができますが、本問は執行猶予がついていれば直ちに免許を受けることができるとこう書いてありますので、この部分が誤りですね。執行猶予期間の満了までは待たないといけないですよね。まあ、これ基本問題なんですけども、凡ミスするような問題なんですよ。で、ここでボンビスするようだと合格できませんので注意しましょう。で、問い3ですね。宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずる恐れの大きい市街地、または市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものについて指定される、丸か×かという問題です。で、これはもう正しいですね。宅地造成に伴い災害が生ずる恐れの大きい市街地、または市街地になろうとする土地の区域、これが宅地造成工事の規制区域の対象です。もうこれはもう頭に入れておきましょう。まあ、宅地造成っていうのは宅地にする工事です。宅地にする工事に伴って災害が生ずる恐れの大きい市街地っていうのは、まあ、崖崩れが起きそうなね、まあ、そういった区域っていうイメージですね。まあ、そういったところが、宅地造成工事の規制区域の対象になるんだということです。またですね、必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聞くことになっていますので、これも合わせて覚えておきましょう。そして予想模試の値上げまであと2日となりました。過去問では40点以上取れるのに、模試では20点台。そんなお悩みありませんでしょうか？もしあったら、こちらの動画、ぜひ参考にしてみてください。試験までの残り1ヶ月、諦めずに頑張っていきましょう。レトスの小野でした。